こんにちは、億万長者合宿をご覧の皆様、YouTube7 年目の久保でございます。8年かな、まあ、YouTuber としてね、活動しているというふうに見てくださる方も今多いみたいです。というのがね、私はもともと麻雀店の店長というかね、オーナーだったんですけども、まあ、赤字ばっかり出てたんですよ。その頃はいくらネットビジネスをやっていても麻雀屋の久保さんだったんですよね。でも時が経ってですね、例えば2018年、2019年、2020年に初めて私の動画を見た方っていうのは YouTube の人から始まるんですよ。で、あ、昔そんなことやってたのねっていう風な切り口なんですよね。そうなんですよね。だからどの瞬間に出会うかによって人の印象って変わるんですよね。もしかしたら私が30代半ばの頃に出会っていたら、その頃はね、 YouTube やってませんけども、ホームレスという風な名前を付けられてたかもしれません。私はね、広島の平和公園で2年間、暮らしておりました。ホームレスをね、しながら自分のお店を経営していたというね。まあ店がね、赤字なんで、それは自分のお住まいにお金かけられないですからね。まあそういうところからのスタートでございました。ですんで、多分ね、ホームレスをした人ってこの動画を見てる方の中ではそんなにたくさんいないと思うんですよ。で、当然ですけども、私は一文なしどころか大借金持ちでしたから、金利だけでも毎月60何万とかね、払ってましたんでね。でもバカバカしくって、金利とかすら払わなかったです、もう途中から。お金を返さないことによって、やっぱりね、私はね、なんか申し訳ないなって気持ちはあるんですけども、だからといって自分の生命が脅かされるようなことがあってはならないと思ったんですよね。で、私はね、借金があっても全然へこまない人間です。むしろお金を借りてあげてるんだって気持ちです。なぜなら借りてあげてることによって、貸してっていうのは金利を得ることができるんですよ。そして債権といって、私に請求する権利が発生するんですよね。そう考えると、私はね、お金を借りてあげることによって、まあ、経済回してるんだろうなと。特に金融業界っていつもね、結構お金ある業界じゃないですか。で、私がその金融業界の利益に貢献してるんだって気持ちで、誇り高くお金を借りてあげてましたからね。で、今はね、すべての借金をお返しして、誰一人1円たりとも逃したお金っていうのはないです。全部お返ししました。まあ、ですんで心晴れ晴れと、たくさんの人を儲けさせたなって気持ちであったんですけども、私がのお金を借りるときっていつもね、お金っていう商品を購入してあげてるって意識なんですよ。皆さんももしかしたらお金を借りてるシーンがあるかもしれませんけども、お金という商品を買ってあげてるんだっていう気持ちで、お客さんなんでね、堂々としておけばいいんですよ。お金を返せって言われても、おお、借りてやってんだみたいなぐらいの腹の中での気持ちでね、まあもちろん対面の時は丁寧に受け答えした方がいいと思いますけども、あまり怯える必要はないと思いますし、ましてやね、借金欲に死ぬことを考えるとかね、絶対しなくていいです。で、私よりもね、借金に長けた人っていうのが、まあ、山口会長ってね、俗に言う Y 会長っているんですけども、その Y 会長っていうのはね、なんか20億円ぐらい借金があっても、私からね、10万単位でお金借りてるんですよ。さらにですよ、そのお金のない状況で新潟に行くから新幹線代を貸してくれっていうわけですよ。で、私は新幹線代2万5000円出すんですよ。まあ2万5000円じゃ足りなかったと思いますけどね。で、お金を貸して、会長、帰りどうするんですかって言ったら、帰りはまあなんとかすら、みたいな感じで言ってるんですよ。で、本当になんとかして帰ってきてるんですよね。で、会長、で、いつの日かね、私聞いたんですよ。会長、新潟に行くのはいいんだけども、帰りの電車賃はどうしたんですかって、向こうで貸してくれる方いるんですかって言ったら、なんぼでもいるよって言うんですよ。なんだそれはと思ったんですよ。そんなに人望がある人だと思えなかったんでね。ちょっと、どういうふうに帰りのお金工面してるのか、ちょっと教えてくれませんかって言ったら、あ、まずな、新幹線の乗り口行くんだと。で、緑の窓口ってとこあるだろうと。ああ、行列なっちゃうんじゃと。で、いっぱい並んでて、みんなお金持ってるはずだと。だって新幹線のチケット買って、駅の中で弁当買って、それでビール飲みながら、で、出張するわけだろと。みんなお財布の中には、だいたい3万なり5万なり入ってるんだよと。だからそこに向かって、ね、これでわしは行くんだよと。腰を折り曲げてね、困った。財布をなくしてしまった。財布をなくしてしまったんじゃとかね。そういうふうに近くの人にこう訴えかけていくわけですよ。で、その山口会長ってのはもう65歳ぐらいですからね、ちょっとお年なわけですよね。で、その時だけ妙に老け込んだ顔してこうやってこう垂らしてね、あ、財布をなくしてしまった、なくしてしまったっていうかね、泣きついていって周りの人にわわわわやるんですよ。そしたら並んでる人はスマホ見ながら、なんかね、めんどくさい親父だなってなるわけですよね。そこでチャンスなんですよ。申し訳ないが、あの2万5000円ほど貸してくれんかなみたいな感じで金を貸してくれっていうわけですよ、見ず知らずの方にね。すごいでしょ。で、貸せませんよっていう方もいれば、中にはね、これお役立てくださいって方もいるんですよ。かー、これね、犯罪にはならないでしょうけども、悪質なたかりですよ、これ。でもね、快く貸してくれる日本人の方っているんですよね。
これ使ってくださいって言って2万5000円なり3万なりね、時には5万とかなんか渡されるらしいんですよ。そしたら山口会長は、ああこれね一生の恩だと、で交代代わりに名刺、これで私岡山から来とるんだけどね、絶対恩返しするからこちら私の名刺だからっていうんで名刺を渡してそれで帰っていくんですよね。すごいですよね。で名刺はお渡しするんですけども、山口会長のところに請求が上がったことはまだ一回もないらしいんですよ。で普通ね名刺を渡すんじゃなくて連絡先教えてくださいって言って名刺なり何なりいただいて後日ね返金をするなりお礼のお菓子を届けるなりするじゃないですか。そこがねなんかねこすいとこなんですよね。だって自分の名刺を渡してもお金を返してくださいっていうふうに言いにくいですよね。あの時お金を貸したものですけどもと、名刺いただきました、お金いつ返してくれるんですかっていうふうに言いにくいんですよね。そのうちにお金貸した人を忘れますよ。もっと言ったらね、いいことをしてあげたみたいな気持ちでもう請求もしない、俺なんていいやつなんだみたいな感じでね、まあそういうふうな人の越に入るというんですかね、感情をやっぱりね上手に使ってるんでしょうねきっとね、うん、まあそこまで深く考えてるのかどうか分かりませんけども、まあ何にしてもねこの山口会長はね人にお金を借りるのすごく得意なんですよ。でまあ、返さないとは言ってないけども返すペースがちょっと遅いみたいなね。でもちゃんと返してるんですよ。銀行の方もリスケして、確かね800万とかの借金をした時に毎月5000円返してるって言ってましたね。いつ返せるんだと思いますけども、リスケジュールっていうね、バブル崩壊後のリスケジュールに長けた人なのかもしれませんよね。といろいろ申し上げましたけども、ちょっと借金をしてる方気持ち楽になりました、うん、でちなみに山口会長20億の借金があると言いましたけども、この10年でですね11億返済しましたね。すごいです ね10年で10億返済できますってことは年間で税引き後の1億円返済してるんですよ。どうやって稼ぐんですよねこの人ね。まあ私はよく知ってますしね、私もね山口会長には、教わったと言いますか、山口会長の技を盗んでですね、私もしっかりと借金問題解決させていただきましたよ。いやー本当に事実ってのは小説よりも面白いですね。じゃあ億万長者になっていきましょう。借金の億万長者、山口会長のエピソードでございました。